ビンゲンアムラインはドイツラインラントプハルツ州マインツビンゲン県に所属する地方都市。人口約2万6千人、面積は3 7 7 4 k ル。ビンゲンという地名は一般的にここを指す。他にバーデンビュルテンベルク州のジグマディンゲン郡にも同盟の町が存在するので、正式にはライン側下半のという意味のアムラインという設備号を付ける。 クロップ城とライン川対岸のリューデスハイムの町を望む町の北側は東から西へ向かうライン川に接し西側に南から下るシ流ナーエ川の河口が開くライン川は町を過ぎたところで大きく北へ曲がりモーゼル川流域の森やケルンに向かって下っていくその手前の中州にはネズミの塔の名で親しまれる塔が建てられておりいわゆる ロマンチックラインの景観の一つになっているを取るための監視塔であったとされる。なお、最初に建てられた塔は後に戦争で破壊され、現存する塔は19世紀に再建されたものである。ナーエ川に面して立つ聖マルティン教会を中心に、ライン側に沿って広がる小さな町の周囲は、緑の森のなだらかな丘に囲まれ、また町の中心の小高い丘には現在は、視聴者となった。 中世の姿を止めるクロップ城が立っている。ラインガー沿いには、当が整備され、対岸には、ヘッセン州のリューデスハイムと呼ばれる、ブドウ畑の広大な丘陵地帯が広がる。京ビンゲルブリュック地区と呼ばれる南栄川の対岸は、やはりブドウ畑の丘陵地帯で、近年になって開かれてきたが、かつては、中世の女予言者として知られた。 ヒルデガルト・フォンビンゲンの建てたルペルツベルク女子修道院があったことで知られる。しかし、今ではその名は、通りの一部に残されているに過ぎない。このナーエ川のライン川への合流地に、ケルト人が居住していたが、紀元前11年ローマ帝国の国境警備のための城塞ビンギウム城が、京クロップ城のあるあたりに置かれ、ナーエ川の橋も架けられた。355年。 ゲルマン部族の軍隊によりビンギウム城が奪われ、ローマ軍が撤退した。その後、フランク王国の王領とされた。983年マインツ大司教ビリギスは、神聖ローマ皇帝夫2世より、ビンゲンを領地として授かり、クロップ城を築く。15世紀中頃マインツ大司教領の直轄領地となる。十七世紀後半直轄領ということがわざし、三十年戦争で、 スウェーデン軍によって街が破壊され、その後フランス軍によって支配された。この時ルッペルツベルクの女子修道院も破壊されて放棄された。1814年ヘッセンダルムシュタットに帰属する。1816年ナポレオン軍の敗退とともにフランス軍の支配を脱する。第二次世界大戦で大きな破壊を受ける。武道農園経営とワイン生産。 ナーエカワ流域各地のワイン産地との流通とそれに付随する商業活動が主体。工業はほとんどない。多くの戦争で歴史的遺産がほとんど破壊されてしまったため観光ルートからは外されている。秘書地としてドイツ国内では知られているが訪れる人は多いとは言えない。したがって街の歳入は多くない。近年人件費の高騰から どう農園の経営も逼迫し、農園経営からの脱却を図っている。ありがとうございます。